Go。 これは私の実家で使っていた食器棚です。かなり古いんですが、修理して使いたいと思います。後ろと横のベニヤ板の部分がボロボロになって剥がれているのがわかると思います。昔のベニヤ板っていうのはこういうふうに湿気とか経年劣化の影響でもう本当に剥がれてくるんですよね。まあ普通であればもう確実に捨ててしまうレベルの壊れ方です。使わなくなってからかなり経つのでホコリがすごいんです。パーティクルボードといって、おがくずを接着剤で固めたような材料でできています。なので意外と重さがあります。もう本当にあちこちがボロボロなので、作業台に乗せるときに裏のベニヤ板が剥がれます。こんな感じです。バラせる部分は全部バラしていきたいと思います。背中のベニヤ板はもう使えないので交換しようと思います。背中の板を取るために、上の板を外してしまいます。横の板も剥がれてひどいんですが、この板を交換してしまうと、昭和の古い感じが失われてしまうので、接着剤を流し込んで、貼り合わせようと思います。そこに貼ってあるベニヤ板ももう本当にボロボロです。
剥がれてる部分だけ取ってなんとかなるかと思ったんですが、結局全部剥がすことになってしまいました。底の部分が少し弱々しいので、補強のために木材を接着しておきます。新しいベニヤ板を貼り付けます。100円ショップなどで売られている UV レジン液です。ベニヤ板が剥がれかけているエッジの部分、こういうところに塗っておきます。紫外線に当たるとすぐに固まるので非常に便利です。底板の接着も乾きました。新しい背板の内側になる部分を艶消しの黒で塗装しておきます。背板を溝に合わせてはめています。背板はうまく入りました。上の板を取り付けます。
これでだいたい元の形に戻りました。背板をタッカーで打ち付けています。間違った場所に打ってしまうと内側に飛び出てしまうので、寸法を測ってチョークラインで線を引いてその上に打ちます。これで修理が完了しました。部屋の中に持ち込んで組み立てたいと思います。なぜかきつくなってしまっていてガラスが入らないんですよね。このクランプなんですが、普通はクランプというと、締める方向に、動くものなんですが、支点になる部品を一回取り外して反対側にはめることによって、広げるように動く、クランプに変わるんですよね。面白い機能だけどもこんなの使うかなと思ってたんですが、使う時がやってきましたね。こうやってガラスをセットして、ここにはめたいんですが、これまだはまっていません。それで先ほどのクランプで広げます。ほんのちょっと、もう1ミリもあるかないかぐらいしか広げてませんが、入りました。どうしてこんなにきつくなってしまったのか分かりませんけども、ちょっとした揺れでは外れなくなったということで、逆に良かったのではないかと思います。
これで昭和の食器棚、修理が完了しました。